はようございます。釣り子 TV です。これ、ジャッカルの新しく出たですね、RV バグの、31。これがね、釣り具屋さんに並んでいたので、買ってきてみました。価格がですね、765円税抜きっていうことで書いてありますけども、数はね、4つ入りっていうことですね。はい。ジャッカルのあの最強のですね、藤田京也プロデュースっていうことで、これは、ものすごい期待できるワームなんじゃないかなと思ってね。これの前にね、RV バグ小さいやつがありましたけどね、それがサイズアップしたっていうことで試しにね、一つ買ってみようってことで、早速ね、開封していきたいと思います。パッケージはね、こういうあの、リボルテージっていう感じの、黒と黄色のね、かっこいい感じの、パッケージ。そして、カラーがですね、砂ざりっていうカラーね、ちょっとね、透明っぽいこういう、薄い色のやつ買ってみましたよ。で、開封。あ、こういう感じでね、ブリスターパッケージにね、あの、入っていて、おお、ちょっとね、ブリスターパッケージ、デカめのね、専用に作られた、こんな感じのやつですね。で、ホッチキスで止まっていて、よいしょ、ここを開けて、はーい、こんな感じね。あー、相変わらずこの手の部品繊細ですね。で、ここのロックは解除して実際には使うと思うので、一つねカットしていきたいと思いますね。解除、高速をですね、解除していきます。もうね、せこいからね、この棒は棒でなんか釣れそうっすね。マス張りちょんかけとかにしてなんか、使えないかなと思ってね、これもちょっとパッケージに入れとこうかな。案外こういう端材ね、持っておくとね、いろいろと使えたりするので、フック先を隠したりとかね、案外取っておこうかななんて今思っちゃうんですけど、せこいですかね。はい、これね、はい、取っておきます。あー、出てきた、解除されましたよ、ロックが。結構ね、張りがあるんですよね。手のところもこう細く見えて、しっかりこう上をやって向けてもこうだれないっていうかね、張りがあるんだけど、なんか独特なあの柔らかい、なんていうんですかね、ジャッカル独特っていうか、釣れそうな感じの素材ですけど、あ、で、真ん中にこう針先を隠すようなスリットがあって、こっち側ね、表裏であるんですけど、片方はね、頭こっち側にスリットが入っていて、こちら側全体にスリットが入っているっていうことで、こっちが上ですね。この針先だけうまいこと隠してねみたいな感じになるんで、ただこれオフセットフックをかけるような、そういったスリットですけども、ジャッカルの動画で見てきたら、真ん中に針をつけて水平にフォールさせるんだ、ね、水平に。これによって各パーツがね、ビリビリビリって動いてアピールして水平に落ちていく。これによってターゲットを狙っていくよ、脳進化使いで使うよっていうね、こういう感じみたいなんですけども、それと、教えてくれていたのが、こういう感じのリーダーレスダウンショットリグ。これはね、LD マスター、自分の好きな針で、重りをつけて作って、ね、釣り場ですぐ使えるようにって組んであるリーダーレスダウンショットなんですけども、この重りが 5g 以上のもの、こっちのね、重りが 5g 以上のものを使うことによって、こちらのちょっと固めに仕上げられた足が、動く。ビリビリビリ。あんまり軽い重りでやると、
そのこういう感じの動き出したいっていうのが出ないってことなんでしょうね。 5g 以上っていうことで、自分はね 7g が好きで使ってるので、これ 7g なんですけども、それでさっき言った、こっちが上ねで組んでいくとどうなるか。服のサイズとしては今ね10番で組んでる。あ、10でちょうど良さそうですね。で試しにじゃあリグってみますね。あ、刺してみるとこう塩がねいっぱい入ってるなっていう、そのフォール姿勢をよく出すんだよっていうことのために塩みっちり入ってるなっていうのが、感じられます。で服差し抜く位置を見て、こういう時も真ん中にガイドがあるから綺麗にね出せますね。あ、もうちょっと大きな針でもよかったのかな。今10、20とかでもいいのかな、オフセットでやるんだったら。はい、こんな感じで組んでみました。おお、このボディ自体もね塩が入ってる感じなのでドシッとしてるんですけども、そんでもってこの 7g の進化つけてね、これカバーの中にこんなわけのわかんないもう生命体というかね、これをドンって入れて、で中でビュービューってこうシェイクしてね、ビュービューってやって、そりゃ食っちゃうでしょっていう感じですね。これはやべえなぁ。早く投げたいですね、こういうのね。この時期だと、ね、自分の行く釣り場だと、トズラッパラダムとかすごいリーダーレスダウンショットで釣れる印象があるので、そういうとこで、ね、早くカバンの中に入れてみたいし、もちろんね、亀山ダムなんかでもね、いいんじゃないかな、この、サイズ感がね3インチなんだけど、ちょっとボリューミーっていうか全体的にはこうなんかすごい存在感を示す、こういう感じのねやつすごい効くはずなんで、あとはねその各ダム湖の上流に行って、そろそろねスポーニングも終わって、アフタースポーンなんていうかね、体力回復するために、ああ、産卵終わった終わった、なんて言ってね、バスが上流のところに刺してきて、それをね、遠目から見つけて、この大きさであれば、すごい先行して、こっちが見つかる前に、ね、脳進化とかで入れて、で、なんだろうな、もう妄想の世界ですけどね、バスが見てない時にビリビリって動かして、うん、あれ違うわ、バスが前を離した、ビビッブってこう徐々にこうね間合いを詰めさして、じーって見てるときは動かさないのがねそういうのポイントだったりするんですけども、あーやっぱりなんだ違うか、生き物じゃないかーってふって目をね切った瞬間にブリッって動かしてガッってね、こういうあーやりてえなーそういう釣りに効きそうだなーなんて、その時はリーダーレスダウンショットじゃなく多分ノーシンカーとかでやると思うんですけどもってね、妄想は膨らみますけども、これはね、推奨のまあ 5g 以上のね、重りをつけたリーダーレスダウンショットってことで今 7g で組んでみておりますが、で、ああそうだ、針をつけないで単体の重さもね測っておきたいと思いますね。今手で持った感じはですねずしっときてるんですが、はい、じゃあね新しく出たですね RV バグ31、これの重さは脳進化何 g でしょうか。あー3インチで単体なんですけど 6.6g、 これはなーいいですね。まあこう沈む虫っぽいねルアーいっぱい出ておりますけども、これね結構使いやすそうだな。でボリューミーなんだけど、重さもあるんだけどそこまでガツッとしていない。なんかね、不思議な感じですね。手にね、持つとわかるんですけども、このサイズ感のこういうのってなかったよなーって。先日買ったビッグツーウェイの半分にしたやつ、あれなんかもね、だいたいイメージ的にはサイズ感的にはこんな感じで重さもあってっていう感じで。でも、それよりはね、ちょっと重いんで、そこら辺でまあ、
極小のオリジナルサイズから各沈む虫使ってみて、で今までねそこまで多くはなかったこのボリューム感のあるそういう沈む虫的なやつって考えて、こういうのもね、ミハラムシのでかいやつよりさらにちょっと大きな感じっていう印象なので、各ねそのサイズによっていろいろ今年は使い分けして、これからね夏のシーズンとか浅いところで目視できるバスがね、サイトフィッシングこううろうろって浅いとこで岸際で虫いないかなって探してるバスとか、はたまたベイトフィッシュ食ってるやつとかにも入れ方次第ではねこの感じですから、すごいピリピリ、ね、効いちゃうんじゃないかな、妄想は膨らんでおりますので、まああとはね早くね釣りに行きたいなって、そんな感じですよね。はい、というわけでね本日の釣り子 TV はこちら、最強のバスプロ藤田京也プロがジャッカルでプロデュースしたこちらのワーム RV バグの 3.0 ね、これを一袋買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。